はい、はい、ですね、さあ12インチレーサーレプリカを作ろう企画、ビモーター SB6 でやっております、はい。まあ、私たちあの今 SB6 をベースに、ミニバイク作ってます。すいません。で、あの、まあ、ビモーター SB6 のミニバイク版今作っとるんですが、はい、あのなかなか、あ、今回ちょっとね、あれね、ステップの回です。第14回ステップの回です。ですね。で、あの、ビモーター SB6 のステップって、はい、結構特徴的な形をしてる。ね、なんか、ツルペタなんです。ツライチなんです。しかも、あの、ビモーター SB6 の。これ、だから、特徴的なんで。特徴的な形なんで。ここは設計しとかないと、そうそう、他社流用では、ちょっと、そうそう、ビモーターの縮小版ではない、ではなくなってしまうと。でしかも今回あの我々物がないんで、あの人の、まあ、まあ写真だけ写真からあの起こしていきます。でなおかつ使えるようにあのデフォルメして設計、まあ、もうビモーターって洗脳ごっついバイクですから、できます。それを12インチで結ぶっていうのは、うん、なかなかね、はい、まあ、それなりのデフォルメ、うん、デフォルメ必要なんです、うん。今回も設計やっていきます。よろしく。はっはっ。
はい、とりあえず出来上がりました。はい、で、ですね、ステップです。なんかちょっとこんな形で、ちょっとソリッドな感じで作りましたよ。ジャグのエンジンなんで、横型エンジンで、まあ、マウントがここにどうしても必要だったんで、マウントがここに今ついてるんですけど、それをちょっとかわせない。これ なくなってしまうんで、あとエンジンのこのシフトの位置もちょっと、まあ、難しいっていうところがあって、ここを通そうと思って、結構当たるものが多いので、いろいろ避けないといけないし、メンテナンスもしづらい。さそうだっていうことで、まあ一般的なステップの構造に直していますというところです。で、こっちのブレーキ側、反対側ですね。こっちは特に何もそんな変更っていうかないんですけど、ちょっとまあリアマスターの大きさに対してプレートはどうしても小さくなっちゃうんで、ちょっとこの辺いろいろディメンションが変わっております、実際のモントにっていう感じですかね。でフレーム、これがねちょっとややこしかったのが、フレームってここまでつる必要あったのかどうかわかんないですけど、じゃあね、ここ角度ついてるんです。まっすぐフレームに対してまっすぐステップがついてるんじゃなくて、なんかここね、この面に対して、ね、そうそうそう、そのタップがね、そうなんです、そんな合うんかなと思うんだけど、そうそうそう、でここ加工するのってむっちゃしんどいですよ。では今回ステップの回これで終わります。次回 FCR、 はい、 FCR 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 ありがとうございました